はい、では今日も令和5年度 JA 共済小中学生書道コンクール半紙の部進めていきます。今日は中学3年生の課題虚心坦懐、こちらを楷書体で書いてみたいと思います。
ではポイント説明していきたいと思います。すいません、なんか仕上がった時、ちょっと今立ち上がって全体を見たんですが、なんとなくここが空きすぎてるというか、なんかこの字だけ曲がって見えるような気がするんですが、どうでしょう。なんかそれがちょっと気になるんですが、どうしてそうなったのかなって感じなんですが、ちょっとこのままちょっと進めてみますね。はい、もしね、あのこれ見て、あのほんなんかちょっとあの曲がって見えるなとか、こちらが空きすぎてるなとか、バランスちょっとあんまり良くないなってもし思われた方いらっしゃったとしたら、気がついたところをぜひ直してください。ちょっとね、あのこのままちょっと進めてみますね。はい、最初に、折らせていただいたところ線を引いておきます。はい、中学3年生の課題、これはですね、とにかくバランス非常に取りづらい、課題だなっていうふうに思いました。なので本当に練習のしごたえがある、作品ですね。本当、あの言葉の、ね、意味自体は、何でしょう、心に何のわだかまりもなく気持ちがさっぱりしているという意味なんですね。ちょっと調べてみましたが、本当にね、意味はとってもいいんですが、筆で書くとなるとなかなか難しかったですね、私は。で、あの字のバランスが取りづらいというのは、4文字、この字とこの字は比較的縦長この字とこの字は、これらに比べるとちょっとこう、まあ、四角ですね、まあ、ちょっと極端に言うと長方形、四角、四角、長方形ということなので、その長方形と四角のそのどのぐらいの度合いの大きさで、書いてあげるかで、作品の見栄え、出来栄え、バランスがかなり重要になってくるなというふうに、思いました。なのでちょっとバランスがを取るのが難しいなというふうに、思いました、ね、あのその辺ちょっと考えながらね、書いてあげるといいですね。で、楷書の作品なので、必ず筆が紙についたところで、行書体と違ってこう字の流れはもちろん大事ですが、つなげて書くということをしませんので、筆が紙についたとき、ついたときはすべて筆の先の方向が左斜め45度の方向、時計でいう10時と11時のこの間、この間ぐらいの方向を大体向けてあげると間違いなく、整った、作品に仕上がります。あとはやはりこういったね、あのこういったところなんかこう込み入ってますよね、こういったところとかこういったところ込み入ってるので、まあこの作品にも限らないんですが、まあ込み入ってなくてもですね、筆の先が、鉛筆を鉛筆で削るで、削った時、削った後のように、筆の先がピーンとまっすぐ、針の先のようにピンとまっすぐ整ってる、尖った状態で書いてあげるっていうのもぜひね、守ってあげてください。そうすることで、筆の入りがね、こういったところがきれいに、まとまってると、とてもきれいな作品に見えますからね、そういったところも気をつけましょう。筆の先、筆が紙についた時の筆の先の方向、あと筆は常に先が整った尖った状態、まとまった状態で書く、この2点はまず守ってあげましょう。はい、では今日からいきましょうか。どうしてこれは曲がって見えたのかなって思ったんですが、多分これですかね。句という字、この線とちょっと順番がまちまちになりますが、この線と7のこの線、これとこれは同じ位置に入れてあげるといいんですね。で、この線、この線がもうちょっと右、これがもうちょっと右で、これ右からこういうふうに来てれば、ちょっとずつ右にずれますよね。これもちょっとずれる、これもちょっと右にずれる、でこの点ももうちょっとこっちに来る、で、まあ、これがこう来るってなると、もしかしたら、中心がずれない、虚という字になったなというふうに
思いました。ね、ちょっとね、手本として申し訳ないですが、ね、まあ、これも、まあ、一つの参考になればいいなと思ったの思いますので、参考にしてみてください。で、こうパッと見た時にこれがちょっとなんかこうバランスが取れてないっていうことは、これとこれは同じ線上にあった方がいいと思うんですね。これとこれあのバランス良くなる。で、まあ、こう来るわけなんですが、この位置がちょっと左すぎたっていうことですかね。これの真下に入れてしまうと、まあ、これ自体がちょっと右にずれすぎてしまうので、ちょっと違うかなとも思うんですが、ちょっと書いてみましょうか。どうでしょうかね。ちょっと書いてみましょうか。例えば今これがずれて見えるということは、これの下でいいんですよね。から持ってってあげる。で、この位置をこの真下で書いてしまうと、ここと同じ位置から書くと、ま、右にどうなんでしょう。ちょっとごめんなさいね。二重書きして。もうちょっと太い方がいいか。こうするとどうでしょう。うん。こっちよりはまだ、バランスよく見えますかね。なんとなくね、軸が取れてるあのような気がするので、この線とこの線は同じ線上で、これも同じ線上というか、この線の場合はこの線のど真ん中ではなく、ちょっとこっち側、こっち側が比較的この線の上ですかね、ぐらいにしてあげると、まっすぐ同じ位置で描いたらどうなんだろう、うん、ちょっとでもここが狭い気もするので、これがもうちょっとこっちですかね、これよりは右、これよりはちょっと左ごめんなさいねぐらいで描いてあげれば、ちょうどこの、あのバランスのいい虚という字になるのかなっていうふうに思います。どうでしょう。ちょっとこれはあのね、あのここが空きすぎてるというか、バランスが今一つのような気がするので、そこちょっと気をつけて書いてみてくださいね。はい、すみません。今日という字ですね。難しいですね、バランス取るのね。で、今日という字書き順ですね。とここまず縦からいきます。で、二画目がここで、三画目がここにいきます。で、この頭、角ちょっと出してあげましょう。で、左右のバランス大事ですね。で、この作品の場合はこの左払いと単のこの最後の横角のここ、こことここがぶつからないようにちょっと考えてね、配置を書いてあげましょう。ということは、まあ、今日こういうふうに書いたとすると、単という字、こことここがぶつからないようにするためということは、ちょっと順番ごめんなさいね、あの飛んでしまいますが、遡っていくと土辺の一画目、ここの入れる位置によって、この位置も決まりますよね。これがもっと上だったらもっと上で終わるでしょうし、これがこれよりもっと下だったとしたら下なのでこう来るわけですし、その辺のバランスということは、何でもやっぱり一画目、一つ目、この土辺のこの入れる位置が大事ということですね。これとここがぶつからないためにどうすればいいかということですね。1,2,3 こう来て、でこの転接は、この2画目のこの横棒よりも出た方がいいです。ここちょっとね、間空いてます。これと同じ位置ではなく、ここよりもここを通り越してから転接をしっかりと押さえてあげましょう。で、7ですね。で、先ほど申し上げたように、ここ、これの真下に入れてあげましょう。で、これね、ちょっと離れすぎて、ちょっとね、ここが左に寄ってしまってるので、この入れる位置、この位置の真下に入れるので、押さえるのではなく、これの真下なんだけどちょっと左、気持ち左からこう入れてあげれば、まあバランスが良くなった、ね、こんな風に、まあ、これもちょっと
あれですが、まあ、これよりはいいですよね。この入れる位置ね、大事ということですね。軸をがぶれないようにバランスがを良くするためにというので、この位置がまた大事ということになるんですね。はい、でちょんちょんと来て横で、これでしっかりとね、あのこことここが揃ってあげるで、ということはここが開きます。少しカーブをつけてあげる。ここでしっかりと横線を引いてあげることで、土台のドンとした虚という字が書けるということになりますね。はい、でこの2つに対してこれらは画数が少ないので、あんまり細く書いてしまうとね、あのちょっとこれらに負けてしまうので、あのね、一つの作品としてちょっともったいない、ここだけが か細くなってしまう、貧弱になってしまうということもあるので、画数が少ないので、これらと統一感を持たせるためにも、ちょっと豊かな線、墨をちょっと墨量の、ね、多い、心という字を書いてあげるといいかなと思いま す、ね。で心という字、こういった形になるので、やはり一画目、この単と同じように一画目、この点をどの位置に入れるかによって、この位置よりも上から書いてしまうと、ここがぽっかり開くということですよね。でこれより下に書いてしまうと、逆にここが開いてしまう。そしてこの貝という字の右払いとぶつかるという可能性も出てくるということになるので、この入れる位置もちょっと大事だなというふうに思いますね。ちょっとお一人お一人書く、字の大きさとか、墨の量とか、ね、線の長さとか、いろんなものが違いますので、まず書かれてみて、バランスがもしちょっとで、ね、あれと思ったら、そこからちょっと修正かけて、こことここがぶつからないように、こことここがぶつからないようにとか、あとここが空きすぎないようにとかっていうね、いい配置をぜひ見つけていただけたらいいなと思います。いい作品が書けると思います。でこう来て跳ねて点点、この点はちょっとずつこう上がってあげるといいですね。バランスが良くなります。ね、丁寧に丁寧に書いてあげましょう。ね、画数が少ないからこそまたね、目立ちますしね、丁寧に一つ一つをね、大切に書いてあげましょう。はい、単ですね、先ほど申し上げたように、一画目の入れる位置によってこことここがぶつからないで済むということになるので、ね、やはり入れる位置をちょっと気をつけてあげましょう。横書いて縦、この縦はこことここの長さが違うということは、横画のど真ん中をこの縦画は通ってないということですね。真ん中よりちょっと右からスタートします。で、まっすぐ下ろします。縦角目立ちます。ね。縦、目立ちます。縦、ね。目立ちます。ここもそうですね。まっすぐ。で、こう上に上がって、ここ、火という位置はここまっすぐ下ろしましょう。で、こう来て、点接しっかり、こういったところの点接もしっかり押さえます。で、まっすぐ下ろします。まっすぐ。で、横、横と来ます。で、ここは同じ、等間隔。で、火という位置はこことここがちょっと出ます。で最後の横でぐっと長く締めてあげて、ドンとね、この虚の時と同じドンとこう安定した単という字が書けるかなと思います。はい、最後貝という字ね、これは立身弁ですね。ここからいきます。1で次はこっちですね。2点を書いて最後が縦です。1,2,3 ときます。でこの時はこちらの、2つ目の点とこの線はぶつかっても OK、 でもここは必ず開けてあげましょう。でまっすぐきます。でこれ縦角ぐーっとまっすぐ引いてあげたいですよね。こう曲がちょっとでも曲がるともったいないですからね、まっすぐと引きます。でこの長さなんですが、貝という字、確かに縦長の字ではあるんですが、これあまりにも長くしすぎてしまうと、心との左右のバランスが、どうかなというふうになるので、ね、その辺もちょっと難しいところなんですがね、長すぎず、でもあんまり短くするとね、ごちゃごちゃした字になってしまうので、その辺ちょっとね、この長さもぜひいい長さ見つけてあげてください。はい、で横が来て縦で、この貝という字は、この線と下の衣という字のこの縦画、ちょんと最初書きますよね。これとこれが同じ線上にあるといいです。そうすると、軸がぶれない、バランスのいい字になります。横を立てきます。でここは、4という字はここは中に入れますね。中に入れる。でこう来て点接ね、小さいですがしっかり書きます。ここもここもそう、ここもしっかり書いて、ここも中に入れます。でこれはまっすぐ、まっすぐです。で横が来て、ここは少し出ます。なので
こことここは少し中に入れる。でも縦角2本はまっすぐしてあげます。これが中だからこれも中ではないですね。これとこれは少し中、中の2つ2本はまっすぐ入れます。で横で、この点は、これの真下に来ます。そうすることで軸がね取れてますね。でこれで横がまっすぐ来ます。あ、まっすぐじゃない、長く来ます。でこの時のここの開き具合ね、大事ですね。でこことここが、あ、こことこ、この線とこの線とこの線ですねが、まあ、これちょっと、まあ、少しウェーブかかってはいますが、こことここをどういう線にするかによって、ここの余白の空いた形をきれいに見せてあげられるかどうかというのが決まりますね。これが例えばこうちょっと右上がり気味にすぎしたとすると、ここの、余白の空き具合がこっちに比べるとこっちがだんだんこう狭まってますよね。そうするとバランスがちょっとあまりよく見えないということも起きるので、ね、ここの線とここの線ね、まあちょっと全く同じ線ではないですが、ほぼ平行というのを意識して書いてあげることで、この余白をきれいな形で見せてあげられるということは、バランスのいい字になるということにつながりますね。はい、で横に左にスッと払っていく、丁寧に書きましょう。でこれもまっすぐです。まっすぐね、まっすぐ書く字とこいっぱいありますね。ここまっすぐ、まあ、これは7ですが、少しこう、まあ、リズムはの、まあ、かかってますね。まっすぐまっすぐまっすぐ、ここもまっすぐですね。まっすぐ、ここもまっすぐ、ここもまっすぐ、まっすぐまっすぐまっすぐで、ここもまっすぐですね。ここがね、それぞれがちゃんとまっすぐ書けることで、とてもね整ったいい作品になります。でこう来たのがポンと跳ね、押さえて上に向かって跳ねます。でこう来て右に払います。でこの時、ちょっと意識してほしいのが、こことここはまあだいたい同じ位置で終わるんですが、右払い、ここらより、ここよりもちょっと上で払ってあげると、結構バランスのいい、貝という字になりますね。ここがちょっとすっきりとした、すっきりと見えるかなと思います。まあ、線のほと、太さとか墨の量にもよるので、一概には言えないんですが、要はバランスなので、基本としてはこことここが、まあ、大体揃う。でも右払いはちょっと開けてあげるという気持ちで書いてあげるということは、こう来てグッと押さえる時がここよりもちょっと上気味で押さえてあげる、それから右にスッと持ってってあげればいいということになります。ね、同じ位置に来たとしても、いい字っていうのはいくらでもあります。本当、要はバランスなので、それは、線の太さとか強弱、リズムがいい塩梅で出てる時だと思うんですね。でも基本としてはここよりもちょっと上気味っていうのは、ちょっと気にしてね、書いてあげてもいいかなというふうに思います。はい、ね、本当中学3年生の課題、ね、楷書体ではありますが、本当にね、強弱、ね、筆のこの筆圧の加減、とてもね大事ですね。単調な作品になるのか、リズムがぐっと入り込んでるのかっていうのがね、そこがこう分かれ道になりますね。でもやはりやってほしいことは、最初に申し上げたように、筆の先が紙についた時の筆の先の方向がちゃんと左斜め45度の方向を向いてるか、時計でいう10時と11時ぐらい、45度だからといって絶対45度っていうわけではなく、10時と11時の間ぐらいの方向なので、多少のねこういったズレはありますね、を向いているか、あと筆の先がちゃんと整ってるか、ピンとね、針の先のように尖った状態、きれいに整った状態で描けているかっていうのが大事ですね。あとは、基本ですね。きちんと描く。まずはきちんと描く。リズムを入れ込みたいし、強弱もね、やっぱり入れてあげたい。それはやっぱり、基本ができた次のステップですね。センスのある方とかね、生まれ持った才能のある方とかはね、もう自動的にもう基本も身につき、リズムも取れてっていうね、素敵な作品が書ける方もね、本当いらっしゃるんですよね。本当羨ましいですが、でもまずは基本、きちんとした横線、きちんとした縦線、ね、きちんとした払い、ね、右払い、
きちんとした抑えができるかできてるかどうか、やはり基本、英字発泡の基本がちゃんとできてこその楷書体、そこから色付けがどんどんできていくものなので、その色付けというのはもう書き込むしかない、書いていくしかない、練習するしかないわけですね。でも本当書いていけば書けば書くほど、なんか自分が書いてる字、特に虚という字なんかこう書いてると、こんな字ってあったっけなって分かんなくなっちゃうと思うんですよ。自分がそうなんですが、でもあるんですよね、ちゃんとね、あの考えてくれた人がいるわけなので、あるんですが、書けば書くほどのわけが分からなくなってくるわけですね。でもそれを通り越していくと、なんかパッとね、何かの瞬間でハッとパッと目の前が明るくなる瞬間っていうのが不思議となんかあるんですよね。なのでやっぱり書くしかないね、少しでもより今のベストを尽くしたいね、何を目指して書かれるかといってもまたいろいろ変わってくるとは思うんですが、今のベスト、ね、自分が持ってる、技術のベストはぜひね出し尽くしたいですよね。なのでやはり基本を大事に、ね、楷書体書いてみてはどうかなと思います。でぜひね、大人の方も基本を守ってぜひ書いてみてください。本当にもう学生さんたちが本当に素晴らしい課題を練習してるなっていうのも感じ取ることもできると思いますし、ご自身の練習にもなると思います。私もすごく練習になりましたし、本当もっと書き込んでいきたいなっていう感じで、中学3生、自分が今中学3年生だったら本当に夏休みかけて本当にもうベスト尽くして書きたいなっていうぐらいいい課題だなっていうふうに思いました、ね、中学3年生の皆さん、ぜひ、頑張って書いてみてください。はい、ちょっとね、また今回も長くなりましたが、すいません。で、次回はこちら、行書体で書いてみたいと思います。